草加のコントを習った時頭にコントレイルが浮かんでしまった。たびたびメール、ルメールみたいな空目をする。曜日問わずの仕事なので、中央か難関重賞の開催を見て、あ、今日丸曜日か、ってのはめちゃくちゃある。踏切見て謝罪じゃんとか思い始める。種付けという単語にエロさを感じなくなった時。状況という言葉にいやらしい意味を感じなくなった。距離をハロン換算し始めた時。セクレタリアトという単語に反応するようになった。金曜の退勤の時間を使って日曜のレースの印を打つのが日課になった。信号待ちの時にくるくる回るようになった。信号待ちの時だけ不審者だからそれは何とかした方がいいと思います。シャウエッセンの袋の柄がモズの勝負服に見えた時。1500、キリが悪いな、ってなった時。でも2500はキリよく感じるよね。種付けも調教も全くセンシティブワードではないと思うようになったな。ジャパンカップの意味が変わったこと。夢で声も聞いたことのない菊池寛がお前その金に手出すのはまずいぞって言ってきたとき。声は阿部寛と滝博を足してさかなクンで中和したみたいな感じだった。ギャンブルは、絶対使っちゃいけない金に手をつけてからが本当の勝負だ、とかの黙っといて。川田、田原。1500気持ち悪い1600ちょうどいい。東大、東京大商店、阪大、阪神大商店、京大、京都大商店。荒れてる人見て気性なんだなと思った時。夏が終わるのが待ち遠しくなった。川田優雅が読める亀田ハートが読める。たけけ。馬単とバレンのおかげで順列とか組み合わせ考えるの楽になった。私〇〇歳なんですよ。〇〇がダービー取った年か。カンタと聞くと田口しか浮かばなくなる。コナンで競馬関係者っぽい名前の登場人物が出ると脚本を確認したくなる。単勝にうん万円ぶっ込む人を見るたびに、正気か。ってなる。いい感じの言葉の文字数を数えがち。タイムズパーキングアート引っ越しセンター、ABC マート。桃大々緑黄青赤黒白、美しい。人混み歩くときに、脳内でうちをついてとか実況しだす。人の家系図見たときにインブリードを探す。もともと G1 でもメジャーなのをちょっと買う程度だったのに、いつの間にか毎週とりあえずパットに1万円入れて条件クラスの押し馬、無限に増える、のレースに、一喜一憂してる。サメカツが、サメ肉のカツレツ、だと思わなくなったこと。染まる前、宝塚行く、宝塚市に用事があるんだな。染まった後、宝塚行く、宝塚記念見に行くんだな。前は宝塚行くって話聞いたら歌劇団一択だったが宝塚記念とどっちなのかわからないようになった。最初見にくいと思ってた血統表が家系図より見やすいと思い始めた時。母方の祖父を母父の一言で言い表した時。やっぱり母父、父父とかがちらつき出す時かな。あとはやんごとなき家系の方周りの話でサイヤーラインがちらついたり。母父がみんな神あるから自分も大丈夫だろうみたいな会話をどっかで聞いたか掲示板で。見た気がするあるいは酒に対する強さの話だったかもしれないけど。日曜が終わると次週の想定が出る水曜まで暇。急に路線変更に車を見て、車高や、膠着。とつぶやくようになった。サザエさん症候群的なのを16時あたりで感じるようになった時。なんとその適量感は地方競馬を見ると解決します。ニュース流し聞きしてたら、出馬表って聞こえてきて競馬の話かと思ってしまった時。ちゃんと見たら都知事選の出馬表明のニュースだった。拉致が開かない、物事が進まない、拉致が開かない、前が壁。小倉を、小倉、と呼ぶようになる。小倉は地元民と競馬民以外にチリオタや鉄オタ。でなくとも東海道山陽九州新幹線を利用する人も読めると思う。人間でも5大血統表が見やすいと思う。人の競争とか見てると佐世とか言っちゃうし、前残りのレースだったなとか言っちゃう。曜日を思い出せないことがなくなった時。土日は当然だけど、枠順発表、調教、難関重賞とかですぐわかる。一番人気のイントネーションが変わってしまった。〇〇年代のヒットソングや当時は〇〇が社会現象として、一方日本競馬界は〇〇がダービー場になった年で、もともと見てたスポーツよりも競馬の方が楽しくなった時。よう俺、サッカー好きやったんやが応援してるチームがだらしなくてよ。ひいきチームの選手が試合の前日夜に SNS 更新してるのを見て、何やってんの、出場停止になっちゃうよ。って一瞬めちゃくちゃ焦ったことがある。競馬始める何年も前からそんな光景はよく見ていたはずなのに。製造年2016年とかを見て、マカ引き立ちの時か、と思うようになった。木曜の昼過ぎにそわそわしだす。そして知りたかったレースの枠順発表が金曜の午前中だと思い出す。カレンダーを見て、今週は〇〇か、とメインの重賞レース名が浮かんでくること。テレビとかで年代が出てくると、あの世代かー、と勝手になる。焼きそばという言葉に別の意味を見出し始めたとき。ブルーハーツのリンダリンダを聞くと岩田パパを思い出す。日曜の15時半に別件で外出してスマホ見れないと落ち着かなくなる。レースで季節を感じるとき何月ってのはわかるんだけどもうダービーかー、とか宝塚か、もう半年だなってなる。500区切りより400区切りに整っているように見える。さつきが4月のことだったか5月のことだったかすでわからなくなったとき、子供の運動会見てたときにそのままとかさせとかの売りに浮かび始めたとき、あとスタート時にファンファーレ。買い食い、と聞いて思い浮かべるのが買い食いではなく馬の食欲の、買い食い、だったとき、なんなら馬以外の動物にも、買い食い落ちてきてがれてきたな、とか言っちゃう。競馬関係な番組とか漫画でほんの少しでも競馬に関するワードが出てきただけでピクってなる。ウォッカ、という文字列に違和感を覚えたとき。と競争見てるときに、よく逃げ切ったなぁ、とか思ったりするけどよくよく考えたら人間のと競争。って差しや追い込みで勝つ方がずっと少ないよな。馬の映画とかアプリで競馬場とかがまるまる現実と一緒なせいか、パドックをぐるぐる歩いたり返し馬みたいなことしてないことに違和感が出てくる。1200メートル以下を、短いな、と思うようになったこと3000メートル以降を、長いな、と思うようになったこと。逃げる、という言葉にネガティブな意味を感じなくなったとき。兄弟を半径とか前提っていう。昨日のマーメイドステークスの完璧にはまった逃げを見ておー、と興奮したとき。染まったというかハマってるのを自覚したというか、オスの馬をボバ、メスの馬を牝馬、と読むようになったこと。今までの人生でずっと一致してなかった、時計回りは右回りなのか左回りなのか、を、競馬見始めて1年くらいでわかるようになったとき。見事立冬の読み方を理解したとき地元じゃない上に馴染みがなく。東京出張が決まったとき、最初に見るのが新幹線予約サイトじゃなくて難関4乗のスケジュールになった。実家帰省のスケジュールを決めるに際してレーシングカレンダーを見てから決めるようになった。有馬で年末を感じて中山記念で年始を感じて、函館一般のファンファーレで夏の始まりを感じたとき。友達、最近太っちゃって。俺、ふーん、馬体重何キロ太ったの？完全に無意識だった。染まったも末期も通り越してる。SS をサンデーサイレンスと呼んでしまう。テレビで芸能人とかの服の色合いを見て、〇〇の勝負服みたいだなぁ、と思ってしまったとき。JL を JRA と言い間違えたとき、職場で出張の話をしていて相手に突っ込まれるまで間違いに気づいてなくてやばかった。奇跡、という単語にいちいち反応してしまうようになったとき、割と真面目に発作なので助けてくれ。来年から3区が走るぞもうしばらくの辛抱だ。何してんすかと、レシステンシアの響きが似てるな、と思い始めたとき。時計回りを、左に回ってください、と案内されたときに心の中で、右回りだろ、って思ってしまったとき。これで昔短期バイトに遅刻したことあったわ。派遣会社からのメールに、ビルの正面玄関から左回りに進んだ関係者口から入ってください、って書いて、あったんで言われた通りに左回りに進んだんだが一向に入り口が見つからず。ぐるっと回って4分の3ほど回ってからやっと関係者口を発見したときは、左回りじゃなくてせめて、左側へ回って、と書いてくれよ、とがっくりきたわ。大学受験の時よりマークシートを埋めるのが上手くなったとき。香水やネイル、ヘアカラーの香りのネーミングで競走馬の姿を妄想してるとき。ワイルドベリー、ステイヤーかな？ブロッサムピンクは桜花賞馬になってほしい、とか。三村はリトルミーの前肢砂付近はリトルミーの判定。って説明が自分の口から出てきたとき。日曜日のレース終わったら、今週も負けたぜ、と思いながら来週の重賞予定をチェックして1週間かけて、予想始めるとき。G2、G3 よりも障害オープンとかのがおもれいなってなったときいよいよ競馬じじいになってきたなって思った。高3エア馬剣士。障害好きだ、過去目。20歳になったらいっぱい障害馬応援してくれよな。北九州出身僕、小倉がマイナー読みである実感がまるでない。僕のお兄ちゃんが通ってた大学の最寄り駅が、競馬場前、だったわ。私立大学より競馬場を選んだ心意気よし。日曜夜もう競馬なんてやめる水曜地方重賞をちょっとだけなら、木曜確定枠番見るだけだから、金曜調教と前売りオッズ見るだけ、日曜夜もう競馬なんてやめる以下のループ。鉱石の名前を画像検索で調べていて馬が出てくる時に何の違和感もなくなった時、